黒百合は嘲笑うというフリーゲームですね。はい、どうも皆様こんにちは、ハッションでございます。黒百合は嘲笑うというフリーゲームをやっていきます。はい、ごめん、同じことを2つ言ってしまったね。はい、ということで、まあ見た感じでどういうゲームかは判断していただきたいですね。はい、まあノベルゲームです。はい、私なんかノベルゲーム多いなっていうツッコミだけは勘弁してくださいってことで、全然決して誹謗中傷したいがための動画ではございませんということだけは伝えておきます。高評価コメントよろしくお願いしますってことでやっていきましょう。あれ、どうやって起動すんだか、あ、かー BGM あったんかい。初めから、よし、あら、あー違う、もうすでに中学3年生の秋、15歳の誕生日を迎えてから数ヶ月。秋は夏生まれかな？一応6月ぐらいかな？うん。あっという間に時間だけが過ぎていき、気づけば肌寒い季節になっていた。俺には長いこと抱え続けている悩みがある。その悩みとはズバリ、俺が未だに童貞であるということだ。15歳でしょ？まあ、ギリギリどころか、まあ、普通よ、普通。うん。勉強も運動も苦手で、顔もイケメンとは程遠い。俺に彼女などできるはずがない。いわゆる陰キャに分類されているであろう俺は、生まれてこの方、女の子とテストで繋がったことがない。俺も15の時点ではね、そんなことはなかったです。はい、大丈夫です。クラスカースト上位の野郎どもには、当然のごとく可愛い彼女がいる。俺はそれが悔しくてたまらない。嫉妬で気が狂いそうだった。15でこじらせてんね。30ぐらいの悩みだよ、これ。うん。中学卒業までに何としてでも彼女を作り、童貞を卒業するのが俺の今の目標だ。あー、中学か。ごめん、ちょっと休養入ってちょっとカット入ってるかもしれない。ごめん、ちょっとBGM が不自然になったら申し訳ない。俺には狙っている女がいる。女っていうのは女性って言え。うん。あんまりね、女子か女性って言え。うん、そこは。うん。そこはね、ちょっといろいろね、厳しい時代ですからね。あんまり女って言っちゃダメだから。俺のような陰キャは、クラスカースト上位の女子やギャル系の女子には相手にされない。あんまりギャルにさ、絡もうとするな。痛い目に遭うぞ。うん。ならば、同じ陰キャから比較的顔の可愛い子を選び、ターゲットにするしかない。話しかけれるのか、もうそもそも、お前は。うん。あー、俺って頭いい。さすが俺、天才、日本一。いや、なんか、なんだろう。うぬぼれって、幸せだよな。ひどいな。ひどすぎんな。というわけで一緒に帰ろう。うん。ええ、あら、え、あの、いや、普通に引くだろ。普通に引くだろ。彼女は同じクラスの星野珠緒ちゃん。はあ、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 おとなしく目立たない陰キャ女子だから顔はまあ、お前失礼だな。まあまあ可愛いって、まあまあって言葉いらないんじゃないかい。全体的に痩せていて、肉付きが悪く、うるさーうるさー、お前、選べる顔じゃねえんだからよ。うん。だけど、お尻弱い玉緒ちゃんなら、強引に頼めばいい。お前、そんな不純な理由で付き合うなよ、お前。うん。お前、失礼だからな。その際、最低限顔だけ可愛ければ、お前、もう一回言うぞ。お前、選べる顔じゃないからな。あ、まあ、同じクラスの大塚くん。はあ、全然親しくない。そう、ほら、惹かれてんじゃん。ほら、惹かれてんじゃん。よくないからね、あんまりそういうの、普通によくないからね。そう、うわー、お前みたいなやつがね、大学生にって、ヤギサーとか開くんだよ、お前。うん、あ、ごめん。だからちょっとお近づきになりたいなと思ってさ。うん。あ、本当にね、なんか、その、何にも取り柄がないみたいなことを言い出して、いるやつが、将来、本当にちょっと、やりちになるんだよ。あ、よかったら、玉緒ちゃん、うわー、お前結構行くやん。俺のことも年、うわ、うざ。うざいな。はぁ。はい、これ、普通に惹かれてんな。うん。カラオケとか、うわ、普通に帰れ。うん。うん、友達待ってるんです。あ、えらい、玉緒ちゃんえらい。うん、友達、いや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 、
あ、女の子です。あのね、こういうのってね、ファーストコンタクトが大事なんだよ。うん、隣のクラスの、ああ誰だ、あーあー、うちの学年で一番の美少女。そうなんだ、はあ、学年一美人、いや学校一と言っても過言ではないだろう。うん、ああ話しかけられないよねー、そんな学年一の人だったらね。あ、学校一か。うん、さらにはスタイルも抜群ときた。は、程よく肉付きがいいが、締まるとこは締まった。あの、お前体でしか女性を見てないな。お前、うちの学校の生徒なら知らない人はいないだろう。美少女の三河さんとまさか玉尾ちゃんが友達同士だなんて、お前たびたび失礼だぞこいつ。玉尾ちゃんは確かに顔だけなら割と可愛いが、三河と付き合うか釣り合うかと言われたら答えはノーだ。なんか主人公嫌いだなあまりにもタイプが違いすぎるのに友達なんて本当かよ。お前友達って顔じゃないからな、うん、友達はマジで顔じゃないから、うん、はい、幼馴染なんです。うん、お前このやりとりに嫌われてることぐらいわかるよ。うん、ちょっとね、ちょっとその友達とやらを見たいんだけど。ほう、俺も一緒に帰っちゃったね。な、お前ずるいやつだな、ずるいやつだお前は。うわーうわうわうわ、やっちゃいけない行為、妥協。うん、もしチャンスがあるのなら玉尾ちゃんより三河さんと付き合いたい。男なら誰だってそう思うはずだ、それが当たり前だ。あれ、これ俺だけかな、全く思わないの全男性が、全男はそうだと思うのよ。見てるみんな、いや見てるみんなは思ってるかもしんない。うん、俺は思わないけどね。うん、自分はそうは思いません。はい、うん、ん、はあ、ほら引いてるなんでお前驚いてんだよ。うん、私は別に構いません。いや、もうその友達が許さないだろう。あ、あら、これタイトルの子じゃない？タイトルの子だよね。うん、はあ、意識するなお前美少女。その形容詞がそれほどまでに似合う少女が他にいるだろうか。艶やかな黒髪、長いまつげ、雪のように真っ白な肌、整った目鼻立ち、どこを見ても完璧なまでに整った造形の、いやだからやめろお前それ欠点の見当たらない容姿につい見とれてしまう。あのね、人間って見た目じゃないからな。まあ最低限見た目は必要だけどね。明らかに清潔感ない人は嫌だけど。うん、誰かしら。あ、同じクラスの大塚くん。あ、さらし首です。はい、どうもさらし首です。はい、なぜか一緒に帰ろうって誘われてキモいよなー、キモよなー。さえ対して仲良くもなんで一緒に帰ろうだなんて、ファーストコンタクトミスってるからな主人公。うん、はい、よかったらぜひ一緒に帰りませんお前明らかに緊張してるぞお前。うん、別にいいけど。はあ、ほうやだなー、やだなー。はい、3人で通学路である住宅街を歩く。俺は緊張と興奮で頭がどうにかなりそうだった。まさか三河さんとこんな形で知り合いになれるなんて、多分覚えられないぞ、うん、顔も。うん、はい、大塚くんは玉尾のことが好きなの。ああそうだよな、そうだよな。うん、そうやって好意を持ってね、明らかに動揺してんな。ごめん、またカットだったわ、ごめんちょっとごめん、またカットしちゃってるわ。うん、だって玉尾と一緒に帰りたかったんでしょ。いやー、墓穴を掘ったよね主人公。うん、私お邪魔しちゃったかしらと思って。いや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 、実は本命らしいぜ。うん、いや、お前、うん、まあ、俺はいや、うん、俺こそ邪魔しちゃったよな。うん、ただユリなんだよね。うん、じゃあそのさっきの玉尾ちゃんとこの子があのなんか付き合ってんだったら、それはそれでハッピーエンドなんじゃないかな。うん、はい、ええ、小学生の頃からの親友なのね、玉尾。なんでお前、なんかお前浮かない顔してんな。うん、へえ、そうなんだ
大学生でいそうだな。なんかすごい、なんか大学生のすごい軽いね、なんか軽いやりさんのなんか やつみたいな感じじゃん。もうそうしか見えなくなってきたわ。うん、じゃあ私たちこっちだから、またね大塚くん。あ、こう名前覚えるとよ。うん、あ、意外とすぐだったりして。あ、そうか、でも中学生か。うん、2人は俺の家とは反対方向の道へ行ってしまう。俺一人だけがその場に取り残された。どんまいどんまいどんまいとだけ言ってくわ。あ、出た、コンベダウイだ。チッチショーってな。俺はめげないぞ。また明日。もうすごいな、こういうところだけ頑張るよな。うん、29歳ぐらいまでさ貫いてほしいけどね。こうなったら29歳ぐらいまでね。タイは意味はないけど、次の日の放課後、俺はまたコリスにタマオちゃんに声をかけてみた。あー、今日も一緒に帰らないかと。今日私待ってるとか言うなよ。お前待ってるとか言うなよ。でも合いそう、すごい合いそう。うん、うわっ、いった、こいつ言いやがった。終わると待ってたら迷惑だよ。どうしても、迷惑ではない。でも、キモいよ。うん、キモい。十分キモいよ。うん。下校時刻まで、まあ、家帰ってもやることないっしょ。やっても多分あれでしょ？ FPS とかでしょ？どうせ。うん。ほら、ね。どうせ家帰っても宿題やんないんだから。うん。待ってるから一緒に帰ろうぜ。なんかこういう時だけ行動力あるもんな。うん。で、引いてる。うん。うん、教室でか。どうせいじめられるんだよ。うん。いたところで。男の友、あ、抜くな、お前。おい、こいつ、賢者タイムだぜ、こいつ。こいつ、賢者だ、今。5時まで暇だな。でも、これも、でも、結局、まあ、一応狙いは、玉尾ちゃんなんだね。うん。肩すかし食らったわ、今。うん。ついてないよ、それは。うん。それはね、ダメ男って言うんだよ。うん。玉尾ちゃんという、俺でも手が届きそうな、そこそこの美少女。いや、そこそこって言うなよ、お前。もう、付き合いたいんだろ。そんなこと言うな。うん。その玉尾ちゃんと仲良くなることで、美川さんというと、お前、呪物みたいに言うな、お前。お前、呪物みたいに言うな、お前。うん、あわよくば美川さんと付き合えないだろうかという下心が、ダメだねそれは。普通に美川さんがダメだったとしても、お前高校大学じゃないんだからさ、玉尾ちゃん併願すんなバカ。うん、大塚くん、あれ話しかけられるなんて、いや主人公いいね、ついてそれはついてるね。うん、どうしたの、何か用事。教室のドアを開けて、突如現れた、絶世の美女に、これごめん、わかんない。こんな美人から声をかけられるなんて、なんと幸運なことか。うん。そう、大塚くんにちょっと言いたいことがあって。玉尾からここで待ってることを聞いたの。あ、俺に用事。怖いね、主人公、怖いね。うん、何でも言ってよ。うん。あのね、実は私、前から大塚くんのことが、あれなんか思ってたのと違うな。うん。ん？ん？は？俺のことが好き。は？あ！あー、はい。三河さんに俺が好意を寄せられていたなんて、そのことありえるのだろうか。それは三河さんみたいな、綺麗な女と女って言うな。うん。男なら誰だってそう思うはずだ。顔のいい女とやり、いやよ、ダメだぞお前。そんな下心で付き合うなよお前。うん。うん。うん。だけど、そんなにうまい話があるだろうか。バカな俺でも、さすがに信じられない。ねえ、返事聞かせて。私、魅力しかないけど、近づくなよ。お前、ぐいっと距離を詰められる。美川さんが俺の手に触れてくる。柔らかく、温かい感触が伝わる。
このままでは胸も密着してしまうのではないかというくらい距離を詰められてしまった。至近距離で見てもシミ一つない綺麗で白い肌、長いまつげ、高い鼻、なんだかいい匂いもするし、俺の心臓はドキドキと、早計かな、うん、いけないと分かっているのに、花粉、あー、お前よ、うん、お前その一部いらねえよ、うん、俺なんかでいいの？三河さんなら俺なんかよりよっぽどいい男捕まえられると思うけど、そういうのじゃないんだよ女性って。あ、お前分かってんなー、この三河リリコだっけ、うん、分かってんなー、分かってんなー